稲垣五郎は涙し、木村拓也はタトゥー、中井雅宏は広報。男とお国民が叶えるスマップ再集結、奇跡の2400飛鳥ぶり、再会 X デーは8月25日。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 ロックバンド団とお国民が6月12日、ラジオ番組、ザトラッド、東京 FM にサプライズで登場。パーソナリティを務める元スマップへの稲垣五郎、49、が感激のあまり声を上げる場面があった。男とお国民は稲垣にとってジャニーズ事務所の先輩にあたる。番組に前田紅葉。 54を除く、岡本健一、54、成田秋五54、高橋和也、54の3人が登場すると、稲垣は、嘘を、うわお久しぶりです。なんか嬉しいです。ごめんなさい、ずっと見ています。いや、本当嬉しくて。ちょっと待って、喋られない、と大興奮。メンバーが、ごめんね、驚かせちゃって、五郎ヒゲが生えてる。 大人になって、五郎ちゃんがいると聞いて、どうしても会わなきゃ、と優しく言葉をかけると、稲垣も、もうずっと、ライブ、行きたくて、別に僕、行ってもいいんだよね。金スマからずっと見て、います。いやー、嬉しい、とコメント。さらに、岡本くんは何度も稽古場でお会いできてたけど、成田くん、高橋くんって言っちゃっていいのか。嬉しい。 どうするんだ涙出てきた。ありがとうございます。感激です。と興奮し放しだった。最後には、これからの活動、本当に楽しみにしています。カトリ、草薙も連れて、僕がビッグサンクスじゃないか。どうしよう。岡本くんに、秋継君くんに、高橋くんだよ。前田くんはどこ トカトリ、シンゴ46と草なぎつよし48ともにライブに行きたいと思いをつゆわに。3人がスタジオを去った後も稲垣は乱れたよ、と言い、これに番組アシスタントの吉田明夫、35も初めて取り乱している五郎店長を見ましたよ、特賞。さらに稲垣は、子供の頃の僕のヒーロー。憧れの先輩。 と、グループへの思いを明かし、吉田が、五郎さんがいるってことで来てくださった。嬉しいですね。と、声をかけると、聞いた五郎、かっこよくなったじゃん。いやー、感激しました。と話していた。近く男とおこくライブにみんなで行けばいいよ、スマップ。の、声普段はクールな稲垣の取り乱しようもあり、ツイッターには、金スマから何まで追ってます。 草薙香取を連れてリブ行きます。とさらりとぶっこんでくる稲垣五郎最強すぎて、五郎ちゃんの興奮ぶりがかわいい、から断頭国民三人のサプライズに大興奮してる五郎ちゃん。大好きなお兄ちゃんたちに再会して本当に嬉しそうな少年五郎。そう見せる稲垣五郎なんてレアだよ。といったコメントが寄せられている。さらに、この流れでスマップをも復活か 団頭国民が前例作ってくれてるしいつか復活してほしい団頭国民ライブにみんなで行けばいいよスマップ。など、スマップ再結成や男と国民のライブにメンバー全員で行ってほしいという声も上がった。男と国民のメンバーはスマップ結成時からメンバーを可愛がっていた直接の先輩です。 稲垣さんが久しぶりの再会に興奮してしまうのも仕方がないでしょうね。稲垣さんが草薙さん、香取さんを連れてライブに行くとなったら、男とお子組メンバーからだったら中井と木村も一緒にとなり、中井正宏さん、50、と木村拓哉さん、50、に声をかけることも考えられる。そして両者も、尊敬する男とお子組からそんなことを言われてしまったら、 断れないでしょうね。ワイドショー関係者。近く、男と国民の広報担当しています。中井です。男と国民は2022年7月の音楽の日 2022TBSK にサプライズ出演し、久々にパフォーマンスを披露。 番組でマックを務める予定だった中井は、急性中水炎で入院し、番組に出演できなくなってしまったが、男と国民の事前収録にはスタジオまで駆けつけて復活を見届けた。また、男と国民は3月24日放送の中井正宏の金曜日のスマイルたちへ TBSK にゲスト出演。稲垣もこの放送をしっかりとチェックしていたのだろう。 さらに中井は5月25日、名古屋国際会議場センチュリーホールで行われたライブにサプライズで登場し、男と国民の広報担当しています。中井です、とコメント。この日のライブのアンコールで男と国民がスマップへの夜空の向こうを披露した後の登場に、会場は大盛り上がりとなった。四角岡本健一のアドバイスでロンケ、ピアス、タトゥーまで。 前でのワイドショー関係者が続ける。昨年10月男同国民は30年ぶりとなる単独公演をスタートさせましたがそのライブには木村さんも足を運んでいた。そして木村さんは尊敬する先輩として岡本さんの名前をたびたび挙げていますし、かつてのトレードマークだったロンケやピアスも岡本さんの影響が大きかったと言います。 さらに岡本さんからやりたいことは全部やれ。と言われて足にタトゥーまで入れてしまったそうですからね。近く2400飛鳥ぶりにスマップが集結木村がギターを始めたのも岡本からプレゼントされたことがきっかけだという。 さらに成田からもギターを教わっており、男と国民の活動を休止後、成田が結成したバンドの CD も車に積んでいたと、6月1日配信のニュースポストセブンが報じている。さらに同メディアでは、 当時、圧倒的な人気を誇った光源氏の影に隠れてしまっていた時期もあり、男と国民とスマップは風流な時を過ごしたという部分でも共鳴していたのではないかと伝えていた。スマップを5歳結成するということはさすがにないでしょうが、5人が同じ日に開催される男と国民のライブを見に来たるというのは十分に考えられる。 2016年末の解散から2400市長ぶりの5人の再集結の場が男と国民のライブになるというのは一番可能性が高そうですよね。男と国民は8月16けら17日、同24けら25日に解散公演、ラストフォーエバーを東京日本武道館で行い、解散することが発表されています。 5人のスマップが揃うとすれば、その X デーは最終日の8月25日ということになるのかもしれませんね。全能。男とを国民と築いた友情と信頼関係が30年を経てスマップを最終決へと導く近く、五郎さんが後輩のお顔をしてます。稲垣吾郎、男とを国民に囲まれてガチ興奮超絶笑顔。 ザトラットの公式ツイッターに稲垣と男と男組メンバーのフォーショットがアップされると、ゴロちゃん、めちゃ嬉しそう。でも、ちょっと緊張気味かな。ああ、ゴロさんが後輩のお顔してます。ゴロちゃんを幼く見えると、いったコメントが寄せられた。